はい、こんばんは、和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日の話は洗濯の話をしてみたいと思います。まあ、洗濯といってもこう洗い物ではなくて何かを選ぶ方の洗濯ですね。で、どんな話かというと、まあ、正しい選択をしたいと皆さん思うと思うんですけれども、正しい選択ってなかなか難しいと思うんですよね。で、選んだものが正しいか正しくないかっていうのは選んだ時にはわからないっていうことがほとんどですから、結局は何が正しいのかっていうのはわからないわけですよね。なので、じゃあ選択するとき、何かを選ぶときっていうのはどうしたらいいかってなると、難しいですよね。で、そこで僕自身がこう心がけているのが、選択するときは正しい選択を当然したいんですけれども、なかなかそれは難しいし、わからないので、後悔しないような選択をなるべくするようにしています。もしくはこう迷ったときは難しいとか大変な方をするようにしています。で、なぜかというと、こう、選択したことしか経験できないわけですよね。なので、じゃあ自分の成長につながる方を選択した方がいいんじゃないかっていうのが僕自身の答えです。なので、こう、正しい答えっていうのをずっと探し求めるのは探し求めるんですけれども、結局は何が正しいのかわからないっていうことであれば、こう、後悔しないように選ぶっていうのは大切なことなのかなと思っています。で、その中でもこう、選ぶときには、こう、大変な方を選んでおくと、結局自分自身大変な思いするの嫌ですけれども、こう、成長につながるとか、こう、後で考えるとあそこで頑張ってたから良かったよねっていうような選択をした方が後々いいのかなと思っています。で、僕は祖父のことをすごく尊敬してたんですけれども、その祖父からはもう若いうちは勝手でも苦労しろとずっと言われていました。で、その言われたことを守ろうと思ってはいるんですが、こうじゃあ若いうちっていうのはいつまでのことを言うんだろう。当時うちの僕の祖父その話をした時は90過ぎてましたから、いくつになっても若造だよなと思うと、あ、やっぱりずっと苦労しなきゃいけないのかなっていうのも、なんかこう、って思いながら、なるべくこう大変な方を選択するようにはしています。どうしてもこう簡単な方を選ぶと、もう簡単な方、楽な方、楽な方へ僕自身逃げてしまうんですよね。で、楽な方に逃げ始めるとずっと逃げ続けてしまう性格だと自分自身では思っているので、こう自分に厳しく、まあ、他人に厳しくしてしまうところもあるので、ちょっとうまくいかないこともありますけれども、なるべく自分には厳しくするように選択はするようにしています。で、こう自分を追い込みすぎて疲れちゃう時がとても時々あるので、まあ最近はペース配分を考えながらですけれども、何かを選ぶ時っていうのは正しい選択っていうのは基本的には難しいというか、もう選びようがないと思いますので、なるべくこう後悔がないような選択っていうのをして、で、選択したことしか経験ができないっていうのを知っておくと、何も選択しないっていうのは何も経験できないっていうことですから、結果成長できない、今と同じままっていう形になります。で、世の中がずっと流れていっているので、こうその中で止まっているっていうのはある意味後退ですよね。なので、こう何かを選ぶっていうのはずっと選び続けなければいけないと思っていますし、選ぶときはこう正しい答えをこう選ぼうと思ってなかなか決められないときっていうのは、後悔しないような選択、もしくはこう自分が成長につながるような選択っていうのができるといいのかなと思っています。まあ、それぞれ考え方があると思うので、これが正しいっていうのは当然違うと思いますもんね。なぜなら正しい選択っていうのは結果論なのでわからないからっていうのを最初にお話ししましたので、なので、まあ自分なりでこう物事の決め方みたいなものを考えるといいんじゃないでしょうか。で、いろんなことを経験することでやっぱり成長するっていうのが人生の楽しみの一つでもあると思っています。なので、今日は選択の話をしてみました。和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。